15年前、父上は猫に化け、消えた。何なんだよ一体。ただの猫だ。猫は魔物か、父上か、それともただの野良猫か。落第忍者と貫禄きらめくデブ猫の珍道中が今始まる。父上は？にゃあ。え？猫侍のスタッフが新たに放つ笑いと癒しの忍者活劇。バカバカしい。映画猫忍。